コララインとボタンの魔女は2002年出版のニールゲーマンの児童文学作品。ヒューゴー賞受賞。日本では2003年にガドカは書店より刊行され、2010年に文庫化。2009年に 3D ストップモーションアニメとして映画化。同年5月にはミュージカル化されオフブロードウェイで公演された。 ピンクパレスアパートに引っ越してきた少女コラライン。しかし、両親は多忙な仕事で構ってもらえず友人もできない退屈で孤独な日々を送っていた。そんなある日コララインは壁に封印された小さなドアを見つけた。ドアを開けて中に入るとそこは目がボタンの別の両親が住むどんな願いも叶う夢の世界だった。コララインは この世界をすっかり気に入るが、この世界で暮らすには目をボタンにしなければならないのだった。2009年にアメリカ合衆国でアニメ映画としてナイトメアービフォアクリスマスのヘンリー・セリック監督により映像化。日本でもコララインとボタンの魔女 3D のタイトルで2010年2月に劇場公開された。また、 2D バージョンも7月にエビスガーデンシネマで公開された。アニー賞では作品賞を含む8部門にノミネートされ、ゴールデングローブ賞アニメ映画賞にノミネートされた。キャストスタッフこの記事は以下のカテゴリーからも参照できます。コララインとボタンの魔女 3D に関するカテゴリー。ありがとうございます。